続きです。あらすじを言うとね、あのめちゃくちゃ強くて20回ぐらい負けてた、あの加古さんかな、よしこさんかな、わかんないけど、その人とね戦って何度か勝ったんだよね。でその後、萩原って人かな、よく見てなかったけど、戦ったんだけど、その人は結構簡単に勝てた感じでしたね。ただ急激にスピードアップしてくるところがあったんで、このゲームそういうものなのかな、コンピューターは結構きつかったです、そういう意味ではね。で、はい、賞金が増えました。1000円だったのが1400円になりましたね。さあ今回の敵誰にしようかな、ちょっとね忙しいんだって。お、モデルいますよね、絶対。でっか、なんじゃこれ、ビガビガじゃないですかこれ。なんか積み荷よりも改造費の方が高そう。早いね、すごいぶっかってくるじゃん後半になったら。いやー早い、ちょっと、あ、ちょっと、いやー、うわ、ずる、ずるくはないか。そっか、手なじくか。さあ、連打をしてきました。いやー、到着時間はこっちの方が遅いんじゃないの、こっちの方が。でも勝つんだな。そっか、イニシャル D とかみたいにさ、あの、なんだろう、相手のタイムにさ、これ目標設定されたタイムがあってさ、ってことじゃないんだね。単純にこううまく競り合えるかどうかなんでしょうね。イニディだったらさ、すごいブロックガンガンしてもさ、その目標指定されたタイム、多分コンピューター側のね、それに達しなかったら気がつくしやするわけですよ。逆に
あのすごいハイペースで着いたら目標タイムに合わせるために減速しやすいんだけど、そういうことはないらしいですね。ちょっとショップ見てみるか。ちょっとね、フロントバイザーでしょ、フロントバンパー、いやリアバンパーいくか、リアバンパーはノーマルでいくか、サイドね。これかな、やっぱ。ちょっと怖いね、これは。ちょっと待ってみるか。これあるんだよね、結構あの高っ。ちょ、ホンドワンパーつけたら大体もう改造終わりっちゅうことで、じゃあ今回はこれぐらいで終わり。